所沢市内循環バスは所沢市が運行するコミュニティバスである。愛称は所バス、西部バス、所沢営業所が全路線の運行を住宅している。所沢市内には多数の幹線道路や市道などの生活道路が存在する。各方面から往来する一般自動車による道路渋滞により一般路線バスの定時運行が難しくなり。 路線バスの廃止や短縮などが余儀なくされていた。こうして、路線バスが廃止された道路沿いの住民からのバス、復活要望や、一般路線バスが運行できない、境愛道路などの交通空白地域からも何らかの形でバスを走らせてほしいとの陳情が、市役所に多く寄せられていた。そこで市で検討し、市役所はじめ主要観光庁の集まる西部新宿線。 航空公園駅を起点2998年に路線が開業したのが始まりである。その後、路線の追加、統合を経て、現在の運行形態となる。2018年10月からは、初の市街乗り入れとして、所沢市と東村山市が協定を結び、南路線で東京都東村山市の西部遊園地駅へ乗り入れの実証運行を開始した。その後、 実証運行の結果が振るわなかったことから、2020年3月をもって東村山市域への乗り入れを廃止し、同年4月1日より西武恵庭駅から遊園地西駅へ直行する東村山市域乗り入れ前のルートに戻ることが発表された。年末年始は運休となる。運賃は地域を走る西武バスの一般路線バスに準じており、中乗り小払い式。 航空公園駅発着ダイヤのうち、日中に食事休憩や中休みが組まれている場合、運用車両は、所20から1、所沢駅西口から並木通り、団地線沿線にある、北三行町バス停そばの専用待機場に入る。夜間は、西武バス、所沢営業所に入庫する。主なバス停名を記載。引っ越しろ先行空公園駅、パークタウン。 所沢警察署前から、秩父学園入り口から、道端公園、所沢ニュータウン、中富格、エステ式所沢、な瀬民族資料館、な瀬総入り口、な瀬公民館入り口から、日課市所沢駅ポープクリーンセンター、秩父学園入り口、パークタウン、所沢警察署航空公園駅、っかし城線航空公園駅、パークタウン、 所沢警察署前から、秩父学園入り口から、小拳町中央鶴亀園南から、引っかし所沢駅、は南海間松戸橋西部、秋津嘉地、保健センター市民医療センター、航空公園南航空公園駅、西路線航空公園駅、公園大病院前、ひっくり、ハビリテーションセンター、子供と福祉の未来館泉町から、 新所沢駅西口から、新所沢コミュニティセンター小手差駅北口、気象院前から、や山岡駅、西口 JA 三ヶ島支店北、三ヶ島公民館芸術実装高校、や山高校西埼玉中央病院鞘山が丘駅、西口みんな道線県センター所沢駅、西口、あずま JA あずま支店前から、あずま町づくりセンター、 京林城入り口西部園駅遊園地西駅山口城跡から下山口駅入り口から小手市南から上荒井西所沢駅入り口金山町五丁目中央公民館保健センター南路線航空公園駅防衛医大病院前引くリハビリテーションセンターマイナス所総入り口中央公民館金山町五丁目西所沢駅入り口から上荒井小手市南から 地も山口駅入口山口城後高橋、上山口椿本ニュータウン随岩島へ引く春の大公園あずま町づくりセンター JA、あずま支店前から、あずまとこ沢駅西口保健センター、市民医療センター航空公園南、航空公園駅北路線航空公園駅、防衛医大病院前引くリハビリテーションセンター、子供と福祉の未来館新ところ沢駅西口、 公長期北岩岡と三岡公民館、ネオポリス中央 JA と三岡支店前から、下府公民館、所沢リハビリテーション病院、所沢ニュータウン並木通り団地から、新所沢駅東口、リハビリテーションセンターマイナス防衛医大病院前、引く、航空公園駅小型車に混じって、運用に入る中型車伊豆箱根バ水石後の元ところ、バス中型車。ありがとうございます。